村まこが VTuber になって炎上してたね。え、そうなの？村まこ VTuber だったの？でも村まこほど活躍してると声でバレちゃうでしょ。だって俺なんて VTuber になってさ、なんかようわからん、あのペラペラのなんかさ、絵みたいなやつがこうやってなんか動いてさ、なんかさ、皆さん、こんばんは。今日も夜9時です。今日はこれから皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと。こんなんやってもまずいでしょ。いや、キモいのは顔が出てるからです。顔隠したらわかんないじゃん。デブ格。くちゃくちゃすんな。なあ、ちょいと目をつむるっていう。だってさ、俺思うけど、VTuber が苦労することって何なん？顔出してないから、俺らより困らなくない？いろいろ。まずそもそも外配信しなくていいじゃん。外配信とかやる必要ないじゃん。外出る必要ないじゃん。顔出す必要ないじゃん。別にどんな格好でもどんな顔でも配信できるじゃん。例えば顔出ししてる女性配信者と VTuber の女性配信者で、まあ、全然違うじゃん。だって顔出ししてる方はさ、多分ほとんどの人メイクするよね。メイクも必要ないしね。VTuber で困ることあんの？ないじゃん。いいよね。だから VTuber ね。顔出ししてたら V って言わないんじゃないの？それ。普通に顔出し配信者じゃない。できるよ。だって。だって、ストプリ出てたじゃん。紅白に。あれもリアルイベントや。別にもう自分出る必要ないじゃん。この前のニコニコ超かけて、初音ミックに向かって肝田がさ、ずっとこうやってやってたじゃん。なんか、うわーってやってたじゃん。絶対できるでしょ。別に自分出なくたって。架空のキャラでそれでいいんだから。めちゃめちゃ盛り上がってたじゃん、超会議で。いないでしょ、別に本人なんて。V で盛り上がってたじゃん。だから別に奥イベできるでしょ。だからさ、いや、俺も楽しんでたけどね。肝田と一緒に。俺も肝田だから楽しんでましたけど。VTuber いいよね。まあ、リアルバレとかどうの言うけど、ほぼないでしょ、だって。だってそもそも VTuber になろうなんてクソみたいな人生送ってきたやつが多いんだから、のせ。だってそんなキラキラしてるやつってなんでキラキラできてるかって言ったら見た目良くて周りにチヤホヤされてるからキラキラできてるわけだから、そんな女の子顔出すんですよ。当たり前じゃないですか。じゃあそういう女の子じゃないから VTuber になってる。絶対だってクソみたいな人生ですよ、そんなの。友達もいないとかブスとかデブとか。だから見バレなんかするわけない。だって多分学校のクラスの端っこにいて誰にも気づかれてないもん、だって。そんな奴が声だけでバレるわけないじゃん。何年何組のあいつってなります？なるわけねえじゃん。自分で顔出さない限り絶対バレないですよ。だから見バレの可能性あるけど、見バレの可能性なんかほぼねえから。そう。だったらじゃあなんで、誠とか未だに見バレしてねえんだよ。ねえ、あいつ自分で言ってんじゃん。友達なかったって。そう、ずっとネクラだったってあいつ自分で言ってんじゃん。だからあいつ、耳なめ御殿立ててて、ねえ、めちゃくちゃ有名なのに、耳なめシリーズでめちゃめちゃ有名なのに、未だに見バレしてねえじゃん。顔出してないから、あんまり。ちょこっと顔出したって未だに見バレしてねえんだよ。だからそんだけ暗い学生時代送ってたんだよ。だから VTuber のやつのリスクで見バレってことするわけないよ、ブスだから。するわけないじゃん、だって。そういうやつだから VTuber になってんだよ。だって、そういう学生時代を歩んできたから自分に自信がないから顔出せなくて VTuber になってんだよ。でしょ？そうじゃなくて、中学、高校、大学と周りにチヤホヤされて合コンとかでも行ってるような女だったら、今頃インスタグラムでバンバン顔出してるわ。だから VTuber の見バレなんてほぼねえ。その見バレってあれだろ？昔ニコ生とかで顔出してたのがバレるでしょ？それ見バレじゃねえじゃん。お前がもともと顔出し配信者やってたからそうなってるだけであって、顔出し配信者をしないでいきなり VTuber になったやつなんか見バレしねえよ。そんなの声からで、声なんて似てるやついくらでもいいんだから、女。うん。しねえ。はい。だからリスクないっすよ、VTuber で。だからみんな VTuber になろうとしてんじゃん。薄っぺらいやつが、ペラペラの。なんだよ、VTuber としての苦労って教えてくれ。なあ、別にそもそも自分でなりたくてなってんだから苦労もクソもねえんだけどさ。声変えられるしね。逆に何の苦労があるの？着ぐるみに金投げてくれる人がいるしなっていう。でも俺ああいう VTuber みたいなやつがなんかすげえ調子こいて裏でなんか自分 VTuber やってんだよねとか言ってなんかほんとふざけた私生活を送って暴露されること俺祈ってる。いつかボロ出ねえかなみたいな。ああいう VTuber でも絶対さ、自分の私生活はあるわけじゃないですか。プライベートは絶対にあるわけであって、どっかでめくれてほしいなと思ってる。うん、なんか自分 VTuber やってんだよね、みたいな。調子こいたこと言って誰かが録音してて、それがいつか表に出ることを祈ってる、俺は。だって絶対言うもん。だってあんな自分の顔出してないやつなんて、ある意味無責任なんだから、裏で何言ってるかわかんないですよ、あんなの。なんなら肝田たちに囲まれて、私めっちゃ美味しいご飯食べてるわ、とかって言ってる可能性あんだから。そんなの。顔出してないんだから。そうでしょ？だってみんなだって、今さ、うちってさ、匿名ないじゃん。だからみんな責任持ってコメント書いてるじゃないですか。だから変なこと言うやつ少ないじゃん。なんで？みんな赤出ししてるからだよ。匿名って無責任だから変なコメントいっぱい増えるじゃん。だったら配信者だって自分の
身を出してないやつって無責任な配信やってるとも見えるわけよ。そんなやつなんか裏で何言ってっかわかんないっすよ。違う？顔出してるやつなんてプライベートだってリスクあるじゃん。だって自分出してるから。うん。でも出してないんだから好きだって言えるわけよ。何言ってっかわかんない。クズだよ。まあ今俺のフォロワーの VTuber が一斉にブロックしただろうね。うん、この配信聞いてたらね。もう俺もなんかちょこちょこいるんですよ。なんかその VTuber の人がフォローしてくれてフォロワーとかしてるんですけど、今多分この話を聞いて一斉に解除したでしょうね。いや、いるのよ。本当に活動者の人とか。一斉に解除したと思います。ね。すいませんね、本当に。減ったな。多分。100人ぐらい減ったな、下手したら、うん。VTuber 好きとかね。なんなら先日VTuber らしき人が石川の隆起のトーク力見習いたいとか言って、なんかつぶやいてくれてたから、いいねしたらフォローしてくれたんで、フォロー返したんだけど、多分その人もう解除してるかもしれない。うん、いたんですよ。なんか俺結構エゴサ好きでエゴサしたりするんですけど、なんか石川のりゆきのトーク力見習いたいの欲しいなとか言ってる VTuber の方がいて、俺、いいね押したの、そのつぶやきに。そしたらなんかフォローしてくれて、で、フォロバー返したら、フォロバーもめちゃくちゃ喜んでくれてたんですよ。石川のりゆきがフォロバーしてくれた、ありがとうみたいな。多分その人も外したかもしれない。うん、もしこれ聞いてたらね。あとね、嫌いなのですね、池勝勢のさ、袖の長さ間違えてる服嫌いなの。あれ、ヨルヨル出てから長いやつ、こういうやつ、なんか幽霊みたいな。ここすっげえ長いの嫌い、俺、あれ。もうダサくてしょうがない。あれ見てなんかさ、女性ファンとか可愛いとか言うんでしょ？意味がわかんない、ほんとに。あれ、この長いやつなんか、あの男の長いやつ。なんだ、あれ、マジで。何がいいの、あれ。あんなもんモテるなんて中学校3年生までだろ、あんな。じゃあさ、大谷翔平があんな長いやつ着てたら気持ち悪いだろ、お前。あんな肉体しててあんな長いやつ着てたら。おかしいだろ。あんな中3ぐらいまででモテんの。ドカベみたいな絵で V やる。意味ないでしょ、V は。せっかく違う自分でやるんだから、なるべくかっこよく、なるべく可愛く皆さんやるんじゃないの、そんなの。わざわざドカ持ってくるやついないでしょ。誰に受けんの、それ。だったらドカ出せよ。なんでドカを隠したんだよ。ドカ出した方がいいじゃん、そのまま。その方が受けるよ。ドカ弁みたいな見てくれてるんだったら、そういう配信者いるじゃん。なんかツイッチとかにいるでしょ、なんかゲームやってる人で。邪念魔みたいな見てくれてた、面白い声のいい人いるけど、絶対自分で出した方がいいよ、それ。うん、アリケンさん、アリケンさん。うん、アリケンさんみたいな見た目でしょ、多分。そう、だったら、出した方が面白いよ。そう、京一郎とかさ。うん、あれ隠す意味ないでしょ。なんでしかも隠したのにそれ出してんだよ。ねえ、じゃあ出した方がいいでしょ。アリケン知ってるよ。これが美味しい唐揚げだろっていう人でしょ。そう、スネークみたいな声しててさ。うん、面白いじゃん。唐揚げはたまんねえよな、あの人でしょ。うん、知ってるよ。あとなんか、ドラゴンボールのガチャやって、ジャネンバの当たり引いたでしょ。俺じゃねえかみたいなやつ、あれめちゃめちゃ面白かった。そう。カシャンカシャンとかで、なんか何万円も突っ込んで、ね、当たり出たって言ったら、自分とそっくりなジャネンバの当たり引くみたいな。なんだよこれみたいなやつめちゃ面白かった。よく切り抜きで流れてくるんで、あの人好きだよ、俺。うん。あれじゃん、配信者ハイパーゲーム大会、うんこちゃんの、イベントで、クオイチロが熱出て、出れなくなって、ほんで、代打で出たのが、アリケンさんじゃなかった？そう、俺絡みないけど、そう。だあの辺が、京一郎とか、アリケンさんとか、あの辺が、綺麗なデブの強いところだよ。そう。本当に、ザ・デブで、ちゃんと人の悪口じゃなくて、自分のスキルとか自分で、数字取ってる人たちだね。だ俺なんか、人の悪口で数字取ってるから汚いもんで。綺麗なデブですよ。綺麗なデブの二強だと思う。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は、遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。